私、木下富美子は本日東京都議会議長に辞表を提出することを決断をいたしました。小池都知事と直接お話をさせていただき、また支援者の方々にも改めてご相談をし、都議会議員の職を辞することを決断をいたしましたので、ご説明をさせていただきます。私は免許停止期間中に車の運転をし、交通事故を起こしてしまいました。このことに対しまして、多くの方々から到底許されない、規範意識が薄い、議員の資質に欠けるなど厳しいご意見をいただいております。当然のことだと思っております。私の交通法規に対する順法精神が弛緩していたことについては、本当に申し訳なく、また猛省をいたしております。事故当日は選挙戦最終日の前日でありましたため、選挙活動のことで頭がいっぱいになっており、警察の聴取に応じ、保険会社に連絡したことで一旦対応が済んだと思い込んでしまっておりました。本当に申し訳ございませんでした。